南高木はアメリカ合衆国ミズーリ州カンザース式出身の元プロ野球選手。小学1年時から野球をはじめ、中学時代は武蔵府中シニアに所属し、全国ベスト8を経験。浦和学院高校進学後は2年夏に公式戦初登板。2年秋からは登板機会を増やし、3年春は主戦として関東大会優勝に貢献。 3年夏は、県準決勝で敗退し、甲子園出場はならなかった。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから3位指名を受ける。2011年から主に3軍で登板するが、請求難イップスに悩まされ、支球を連発して1アウトも取れずに降板する試合もあった。 2012年も三軍戦12試合に登板したが、12.1イニングで17、死球3死球と乱れ、防御率13.86と散々な成績に終わった。シーズン中盤には、いろいろな視点を勉強するために、外野手で出場しながら、打席に立っている。同年秋のフェニックスリーグでは2試合に登板し4イニングを、1死球無失点に抑え、請球難に、 改善の兆候が現れた。2013年10月7日に球団から戦力外通告を受けたものの、11月13日に育成選手として再契約することが発表された。2014年10月5日に球団から戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。198センチメートルの長身から、 最速時速 145km の角度あるストレートを投げ込み、これに加えてカットボール、スライダー、カーブ、チェンジアップを投げ分ける。アフリカ系アメリカ人の父を持つハーフで3歳の時に来日する。外国人に間違えられ、英語で話しかけられることがあるが、自身は日本語しか話せない。プロ志望届提出の際には、両親からは進学を勧められたが、 小さい頃からプロ思考が強く、シニア入団と高校進学の決め手としたのは強くて厳しい環境だったという。10年間でプロ選手10名排出無蔵府中シニア出身のプロ野球選手の活躍。高校野球 .com https w w w h b 日本 c o m ニュース 1938jh 39,983、武進法202億11万40032020年3月19日、閲覧。ドラフト会議で、高校生ナンバーワン保守の山下選手ら11人の選手を指名。福岡ソフトバンクホークス、2014年4月4日、閲覧。来期契約について、福岡ソフトバンクホークス、2014年4月4日、閲覧。 ソフトビー、南、伊藤、中原らと育成契約日韓スポーツ、2013年11月13日、配信来期契約について、ソフトバンク球団公式サイト2014年10月5日、配信2014年度自由契約選手日本、野球機構オフィシャルサイト2014年11月7日、閲覧。ハーフ球人南、日本語しか話せない。 nikkanspoorts.com 2014年4月4日閲覧野球小僧10月号白夜処方雑誌18,801から10 160から163ページありがとうございます